まあガチで勝ちて、それはラインを切ってくれてありがとう。やりましょう。マジか、ありがとう。この飛行船僕たちだけのものになるからよろしく。あら、ごめんなさいね。最後の、うおー、勝ちてーまあガチで勝ちてー、それはよし、ありがとうございます。はい、動揺がやばい。見せた。宇宙警察だ。あら。はい。シャワー室のベントの上ぐらいで死んでますね。はい。で、直前メイヤさんとすれ違ったかな。あら。はい、すれ違いました。あら。俺クラマ君は見てないです。ごめん、奥のシャワーの奥とかにいたんだったらわかんないけど。まあとりあえず、はい、ベントの上です。上というか、ベントのキャラクター2個分ぐらい上。俺クラマ君あったわ。シャワールームでしょぼさんがアーカイブからクラマ君としょぼさんが入ってきてましたわ。そういえば。あ、そうそう。僕も確かそう、僕アーカイブで本入れたんですけど、残り2冊あったらそれ終わった後下行った時にクラマくんいた気はするんですけど、そのメインに僕は抜けてますね。で、俺タオルタスクが終わった後にエレキの勝ちやって上に上がったって感じです。 OK です。最終位置教えてください皆さん。メインの左側でドア開けたリンネさんと正面で見て、今勝ちやった。展望デッキです。僕めちゃくちゃ怪しい位置なんですけど、貨物の覚え芸です。怪しい。お、逆に言えばでも武雄さんだったらベントの移動を見れるっていうことですよね。そうだね。貨物に飛んでた場合は見られてる。武雄さんがエレキからそっちに行ってるのはわかります。エレキ通ってるのは見てます。チャゲポヨ最後エレキでガシャコンやってます。あ、チャゲポヨさんに白を出せます。武雄さんがそこにいるっておっしゃってるんだったらチャゲポヨさん無理だと思います。最後チャゲポヨさん、シュウネさんもエレキで僕も見てます。はい、シュウネは最終的にセキュリティでカセットタスクやってるところです。結構しょぼさんが切っていった可能性とかも。ちなみにスイッチのところで光りますか、スナパイさん。スイッチ、いや微妙なラインだな。奥まで行った光ったタイミングまでは覚えてない。シャワーに入ったタイミングで扉が1回僕メインに出てるんですよ。いや、なんかそこで僕に向けてくるのがわかんない。僕地形的に無理だと思うんだけど、ちょっとボタン押しますわ。はいはい。ラインを切ってくれてありがとう。はい、ありがとうございます。はい。僕一回タオル拾った後にタオルタスクをやった後にちょっとメインの配線があったんで、メインの配線やって、でシャワールームに入ったタイミングで扉が閉まったんですね。で、エレキの勝ちをやって上に上がったタイミングでスナパイさんとすれ違ったって感じなんですよ。はい、だからしょぼさんと僕目線クラマくんが一緒に動いてたように見えてたので、しょぼさんってクラマくんがどっちに、右に奥に行きました？しょぼさん目線で。あ、僕はその時シャワーのドアを開けた時にはもうクラマくんいなかったから、僕はそのままメインの左側に行って。一番左のベント掃除のタスクをやって上に上がってドア開けようとした時にリンネさんが正面にいたって感じなので、僕視点では多分クラマ君は右の方に行っていることになるのかな。スナパイさん申し訳ない。クラマ殿の死体もう一度シャワールームのどこにあったんだっけ？ベントの上。ベントの2キャラ分ぐらい。確か僕がまあそっか、だからメイヤさしての僕ができる可能性があるのはまあなんとなくわかるけど。ただその場にとどまってタスクやる場所じゃないので、誰かと一緒に移動してるタイミングで切られてないとおかしい。でしょぼすけさん視点ではメイヤさんとクラマくんが一緒に動いてた事実はないんですよね。僕はそうですね、あんまりメイヤさんとクラマくん動いてたっていう印象はないかな。だからメイヤさんがメインの配線やったっていうのは僕は知らない。あ、違う、だからシャワーのタオルタスクをやってる時にしょぼさんがアーカイブからクラマくんと一緒に入ってきてシャワーの方に抜けたじゃないですか。そうだね、それは確かに納得できる。だからその後に僕はメインホールの配線だけパッてやって、シャワーの電源ペキってやって上に上がったタイミングでスナパイさんとすれ違ってスナパイさんのレポートなんですよ。ギリ通るけど、明夜さんの方が怪しくは見えます。なるほど。ギリ通るけど。オッケーです。まあ、とりあえずじゃ容疑者率としては、じゃあ、シャボスケ殿と明夜殿と、あと、ベントで切るっていう線はないのかな。ベントの近くにしたいから。竹雄さんは恥ずかしいですね。僕はスナパイさんを指定しますよ。どういう意味ですか？掘り続ける意味がないでしょ、クラマさん。だからそこまで、そこまで範囲に入れないとダメでしょ。確かに。いやー、これキルしてくしかないな。リンネさんが生きることを願って。来んじゃねえよ、めいや、ちょっと、俺はたキルするわ、じゃあ。うわ、これリンネさん死ぬかもしれん。ごめんや、俺リンネさんの近くに、リンネさん露骨すぎる、近くにいるのが露骨すぎる。あら、宇宙警察だ。はい。宇宙警察だ。はい。メインホール、右側あたりでレポートが光ってました。バイタル見て7秒前にはもうすでに2人とも死んでいました。で、橋健さんと、竹雄さんはアーカイブ昇降機で2人とも死に一度してたので、まあ、そっちの方にメインホールに戻っていこうとしたときに、明夜さんとすれ違ってます。そして。はい、僕は左から行ってますけどね。セキュリティ側からエレキに入ってるってことですか？あ、違います。エンジンメインエレキです。エンジンメインエレキ、光らなかったですか、明夜さんは。どこで？あ、メインのもうほんと右側、多分暗室と除染の間の通路ぐらい。あ、ごめん、全然光ってないわ。すいません、ラバーズですか、それとも単品の死体ですか？あ、ごめんなさい、連打で連打してたのでちょっとごめんなさい、見れてなかったです。もうその時はやっぱり基本的にはラバーズは生きてると思ってやらないとダメですね。やったんでやんなダメですね。確率じゃないんだったら。もしラバースできてるんじゃったら結構釣りに行かないといけない場面ですね。その場合4人外生存になるんで。メイン側で死体だったらしょぼすけさん難しそうな気がする。キッチン浮き子あたりで会ってます。我はもうお会いしていて、先ほどのバイタル情報の話が生徒するのであれば無理じゃなっていう話やね。しょぼすけりんねが無理ってこと。しょぼすけりんねしおねが無理。僕はでもりんねさんとはもうちょっと、僕がバーガータスクやってる時にいなくなってるからわかんない。りんねさん最後武器庫ら辺でいましたよね。いたいたいた。僕って見えてます？ああ、ごめんな、ちょっと見えてない。目線はりんねさんにしろ出せます。多分ね、僕それだけ近くになったら僕見落とすことはないと思うので、チャゲポヨさんが上がってキルしたか、それか右側にいるシャワーとかアーカイブとかにいる人なんじゃないかなって思う。逆にしおねさんがどこにいるのかが、僕はどこから来たのかが僕はめっちゃ気になるって感じですね。セキュリティのテープタスクをした後、キッチン展望デッキ、デッキで配線をして武器庫を取って抜けたところです。わからん。脇はね、貨物でチャゲポヨさんとご一緒してます。はい、脇は一緒です。はい。右で証言が出てることから、わかんねえな、これだよ、もう。よし、2キルしよう。2キルすればある。2キルすれば、リネさん、わかる ?2 キルすればあるから、俺たち。2キルして4人番目になれば、勝てるから。頑張ろう。待って、リネさん、待って、もう俺しかいないから近づいてくるな。俺は殺さない、リンネさんを絶対に。どうなんだろう。票を洗うとしても多分1票だけ、多分メイさんがスキップ入れて残りメイさん入れるって感じですよね。はい。入れてない人とかいます？さっき。あ、すまん、先ほど投票するの忘れとった。我はじゃ。ただ、リンネさん最後まで投票ついてなかった。でもリンネさんは。そうじゃね、白取ってもらっとるので。ただチャゲプーさんが見たバイタルの死体って死んだ瞬間を見たわけじゃないんですもんね。はい、もう開いた時には死んでたって状態です。で、竹雄さんの証言でちょっと1点気になるところがあって、スナパイまで容疑者に暗幕の時の話なんですけど、入らないとダメって言ってたんですけど、その場合って直前ミエさんとすれ違ったスナパイがいて、クラマ君も生きてないとそのキルって通らないんで、うんうん、僕はキル絶対無理なんですよ。わかりますかね、ということ。スナパイさん、武雄さんは時系列的にないんじゃないかなって、そのクラマさんが移動せずずっとそこにいるのっておかしいと思っているので、で、僕個人的には名産で連れているものとした上で、ラバーズ生存が怖い、その武雄派主権がラバーズだった場合はいいんですけど、そうじゃない時があるので、僕はね、そうじゃないの方が追った方がいいと思う、絶対そっちで。なんで今ここで容疑者として誰かを吊るすとインポスターに当たる可能性があるので、はい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 、もう一回様子見がありかなと。皆さん黒決め打ちでタスク勝ちを目指すということでいいのかな。そうですね、その、メインの死体とクラマくんのシャワーのやつの一応2アウトってことで、皆さんで釣れたことにしないとクルーの勝ち筋が薄い気がする。そうだね、そうですね。あれですよね、お互いこのターンキルできないって視認し合ってる人はいないって感じですよね。そうですね。いや厳しいです、これクルーめちゃくちゃ厳しいです。これも申し訳ね、もうちょっとしっかり見てからレポートが上がったとかあります。それも気をつけよう。間に合うかな。です。はい。キルされる瞬間バイタル見てました。13秒前です。だとするとゆうたさんは無理。あります。コックピットです。ダウンロードのところ。スマブラはこのターン金庫一生やっとったわ。3秒前がせいならスナパイさんも無理です。金庫ですか？コックピットです。あ、違います。リンネさん、金庫って貨物室の金庫ですか？あ、そう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 。あれ今僕金庫まで見に行った気がするんだけど、リンネさんいたかな？金庫やって、やっておったよ結構。リアクター2度目の時でようやく動いて、ラウンジまで抜けたけれども、ほとんど。ああ、もう抜けたんですね。じゃあオッケーです、オッケーです、オッケーです。ほとんど金庫に行った。僕はエレクトリカルでガシャガシャやってます。エレクトリックどのタイミングからエレクトリックありました？僕は左のリアクター直してそのままエレクトリカルいってます。それが終われば僕のタスク終わりなんで。じゃあまあ合ってるか。合ってる？合ってるか。通るかな、通るかな。しょぼさん合ってないですね。僕とユタさんって、僕右、リアクターの右直したのがスナパイで、直った時に昇降機の上にユタさんがいるんですよ。で、僕とユタさんって一緒にエンジンまで行ってんですよ。で、エンジンの上の扉、昇降機、宿舎前側の扉が閉まっていたので、僕はそのままコックピットに行って死体発見なんですね。それはでもインポスターがまた閉めたんじゃないですか？だとして、しょぼすけさんが通ったルートが、僕とユタさんが通ってるはず。左を直してエレクトリカル行ってるんですよね。そうです、僕は左直してますよ。でもその場合って、でもスナパイさんとユタさんがラバーズで僕を追い詰めてる場合って成り立ちますよね。なるほど。じゃあ僕かユタさん切ってもらっていいですか、しょぼすけさん。わかりました。じゃあなんかシェリフみたいな感じになってきてる。キルペイさんにもメールが落ちたりじゃろ。わかりましたっていうのは、それはインポスターラストルフ宣言とか。それでダメだったらはいいいじゃないですか。わかんないけど、一応死体探しもしつつで。切り返したー。切り返したね。タスクがあれかもしんないけど、はい、翔さんだ。勝ちました勝ちましたマジか。しょぼすけリンネラバーズなので、リンネさんと僕はスキップ入れて、タスクが、はい、ユタさんとチャゲポウさんを僕は殺せれば僕の勝ち、逆にそれまでにクルーが全員タスク終われば僕の勝ちです。やりましょう。マジか。ありがとう。やりましょうよタスク勝負。俺はスキップ入れるぜ。最悪だ。行きましょう。タスクの場所覚えてます？覚えてます。あ、オッケーです。じゃあある程度、はい、サボガン無視でいきましょう。オッケーっす。あ、やべえなこれ。うわーマジか。いや、かっこいいしょぼすけだな。よろしく頼むじゃな。全然クルーのタスク勝ちもあるんで、うん、いや祈ってる。頑張ります。頑張ります。よーいスタート。絶対しょぼいなっちゃうけどね。どうなんだろう。あと15秒。あーうまい。あでもありがとう。えレポートダメだよ。レポートしダメだよ。勝ちましたー。レポートしてくれてありがとうありがとう。あミスった。いや僕はどっちでもよかったんですよ。チャゲポーさんレポートしてもレポートしなくても僕の勝ちは決まっていたからね。じゃあ終わりましょうか。あーはしごで逃げなきゃいけなかったんだそこは。いやまあ、まあ、はしごで逃げたら僕がレポートするだけなんで。あーそっか。あーどっちしろ。まあ僕はちょっと最後楽しんでましたけどもあ最後にラバーズ勝ちを見せることができました。ありがとうしょぼすけでのよいよ。ちょっとリネさんとね最後の最後にね成就しました。成就しました。ちょっと禁断の声重なってる感じでごめんな。じゃあこの宇宙船この飛行船僕たちだけのものになるからよろしく。あらごめんなさいね。おめでとう。ありがとう。これはやられた。いや完全に俺強靭だと強靭でやらされたわ。あ宮さんって負けになるんですか？宮さん負けですね。あ今俺も勝利って言ったよ。あれですよラバーズビクトリーのところにはインポスターの人が出ちゃうんですよ。どうしてもゲームの仕様的に。だからこれはおめでとうすごい。いやごめんなさいとつくるってしまった。いやあれはチャゲポーさんが死体通報する気ないなら自分で押するだけなんでどっちにしろ見つかった時点でダメなんだもん。ミーティングで待機していただから絶対最後ミーティングだと思ったからもう山張ってミーティングで待ってました。素晴らしい。いやナイスでした。これはしょぼすけさんがうまかった。ナイス。いやーごめんなさい。いや最後にユタスナパイのラバーズを追わせたのが良かったっすわ。危なかった。俺マジで終わったと思ったあそこ。それしかないよなむしろな。いや上手。くっそー俺は必死こいでしょぼすけとカードとして頑張ってたのに。ごめんなさい。いや俺はいつメイヤさんを裏切るべきかっていうところをずっと悩んでました。しょぼさんつったら他の恋人が勝ちになっちゃいますよね。そうなのよそうなのよ。他に恋人が生きてたらもうしょぼすけさんインポスターを確定させるわかりますた上でラバーズをどうにかしてくれっていう感覚になっちゃう。そうっすよね。4人番目になったらじゃあもう終わりなのか。探してたらタスク勝利しかなかったですね。うん、さんだった。いやー強かった。あれユタさんどうでした？いやーちょっと1個前の段階でもうこれ下発見しないと無理だと思って諦めちゃってたんですけどちょっと。